待て、アリオ。ん？どうした？巨像の居場所、あんたどうやって見つけたんだ？簡単なことだ。場所の目星はついていたんだが、今までは入る鍵がなかったのさ。都合よく鍵が見つかったってのか？どうも話ができすぎてねえか。そうでもねえぜ。イカズチの巨像が落とした赤い玉があった。納得できたなら行こうか。次の巨像がいる砂人の遺構。あれが砂人の遺構か。なんだ、思ったより近いじゃねえ。ははは、だろ。だから目星も簡単についたのさ。こいつだ、見てろよ。よし、行くぞみんな。この砂ぼこり、嫌な予感がするわね。
なんだここ。着いたぜ。砂塵の遺構だ。ここの結界は見りゃわかるよな。またかよ。流砂はアラバスタで見飽きたぜ。サンディ砂漠の流砂より規模は小さいけど、それより流れは速いみたいね。脅威の度合いとしては五分かしら。そうだ、いい考えがある。なんだルフィ、なんか思いついたのか？まずはリムのところに戻ろう。リムなら小屋に戻ればいるはずだ。おい、リムに会ってどうすんだよ。俺たちにも教えろよ。秘密だ。なあロビン、ルフィはリムのところに行って何するつもりなんだ？さあ、何かしらね。あ、ずるいぞロビン。その感じもう分かってるだろう。飯だ飯。任せてちょうだい。さてと、
それじゃあ、リュウサを超えるために思い出の世界から連れてくるっていうの？面白いだろ。ある程度のものや動物くらいであれば持ち出すことは可能よ。待て待て、どういうことだよ。思い出の中から何か持ち出すってのか。いや、そもそも思い出の中から持ち出すなんてことができるのか。キューブに変えることで持ち出せるようになるの。ものによっては持ち出しておける時間に制限はあるけど。じゃあ大丈夫だな。よし。引っ越しクラブを連れて行くだと？ああ、いい考えだろ。引っ越しクラブならカニカニポートの看板のところに行けば会えるはず。引っ越しクラブならカニカニポートの看板のところに行けば会えるはずだぞ。また砂漠へ行くのね。
いいもんがあるじゃねえか。この程度なら俺に任せろ。どうすっかな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。刃こぼれすら己の恥だ。私の番ね。行くわよ。ソーサリ。今の力を試すにはうってつけだな。ぶっ飛ばす。ピュー。
悪いが加減する。くたばりやがれ。大剣豪になる。どうすれば。おう。ああ、待て待て。くそ。どら。どうすっかな。邪魔だ。決めてやる。必殺火薬星。ふんか。さあガツンとかますわよ。近寄らないでよ。まずい。どきな。俺たちの力見せてやろうぜ。
ムゴムのピストル。この喧嘩、俺たちの勝ちだ。おかしいだろ、おいおい、嘘をつくまでもねえ。行くぞ。竜巻。さてと。
私だってやるときはやるんだから。よし、行くぞ。本気にさせやがったな。必殺ひまわり星。あんたたちお金持ってるの？行くわよ。サンダーチャージ。ウィングアーム。あつい。さっさと目的。クソジジイの蹴りに近づいたか。俺の名はキャプテンウソップ。どうすっかな。サンダーランス天候。私にかかればこんなもんよ。こんな奴らにやられやしねえ。よし、かかってこい。サンダーボルト。ゴムゴムのガトリング。もう少し休ませてくれてもよかったのに。竜巻。とうとう俺を本気にさせやがったな。必殺火炎星。恐ろしい敵だったが、俺は
まだまだ強くなる。天候にご注意ください。数で攻めようってのか。面白い。まとめて相手になってやる。準備 OK。サンダーランスペンパー。俺の方はいつでもいいぞ。竜巻！いた！カニだ！相変わらず大きいわね。え？連れて行くってあれのこと？さあリム、早速箱にしてくれ。大きいもの、常識的に考えて無理でしょう。大きすぎてて、キューブにする端から時間切れで消えてしまうわ。
いい考えだと思ったのにな。大きさか。そうだルフィ、あいつなら大丈夫じゃないかな。きっと俺たちを助けてくれるぞ。あいつって誰だ？総裁殿の地下にいたコガニーだよ。なるほどな。あいつなら大きさもちょうどいい。そうか、それならそいつを連れて行こう。到着！伊莎！よし、着いた。コガニーはどこだ？確か最下層の砂地のところだったと思うわ。行ってみましょう。今の力を試すにはうってつけだな。どけお前ら。そいつらを任せたぞルフィ。覚悟しろよ。サンダーランステンボ！まだだ！ゴムゴムのガトリング！まだだ！準備 OK だ。終わりだ。これ。あんたたちの噂は聞いているっす。ぜっしゅしゅしちょっとルフィ。ああ、
やる。わかったわよ。覚悟しろよ。ドア。ドア。やるぞ。まだやるなら相手に。見事っす。俺の負けっす。クンフージュゴンの起き。よし、よくやったルフィ。そうなのか。ウソップ顔。修行してウソップとも戦いたいって言ってるぞ。あ、おう。また機会があればな。今回は力を見せられなくて残念。はい。それにしても今のやつ、私たちがここに来るってよくわかったわね。カニン。嘘をつくまでもね。行くぞ。強烈なのをお見舞いしてあげる。10万よ。幸せパンチ。なんでよ。ここが正念場だ。竜巻。やってやろうぜ。必殺返し。甘く見てると後悔するわよ。ちょっとあんた。お？俺強くなった気がする。またなんかいる。クオー、あんたたちが噂の海賊っすね。他の仲間からいざ尋常にしょ、前に戦ったやつらとは別なんだな。そうだ、よかったなウソップ。え、いや俺は。そうなのか。じゃあウソップがん。いや待て待て、見るからにさっきのやつより強そうじゃねえか。よかったわね。
活躍。ナミお前。お、俺が相手だ。狙撃手の腕を見せてやる。やらせねえよ。当たれ。ウソップ様の出番で。の腕を見せてやる。必殺火薬星。俺は戦士だ。当たり。今ので終わり？さ、どうだかな。嘘をつくまでもねえ。行くぞ。さあ、喧嘩だ。サンダーボルト、テンポ！
準備 OK だ。二刀流、よい。羅生門。やってやろうぜ。これでどうだ。俺様は勇敢なる海のせ。私の予報は百発百中。ケツコシは強くなれたかしら。おいおい、空風呪言しかいねえじゃねえか。いや、ちゃんと匂いはするから。コガニーはきっと奥の方にいるんだ。はあ、手合わせをって言ってるぞ。よし、いいぞ。いつでもいいぞ。三刀流奥義三千世界、やってやろうぜ。必殺火炎星。しなさい。
覚悟しろ。ほらよ、しっかりしろ。ありがとう、助かったわ。俺は戦士だ。みっともない姿は見せねえ。ゴムゴムのピストル。ゾロ、次も俺に任せ。あとはもう帰るだけだな。頼むぜリム。すぐには戻れない。最初の港町のメモリアキューブがあるところまで戻らないといけないわ。メモリアからキューブを持ち出すにはそうしないといけないの。なんだよ、またあの砂漠を越えるのか。分かってりゃそのメモリアキューブをここまで持ってきたってのに。ダメよ、メモリアキューブはこの世界を作ってるキューブなの。壊れでもしたら何が起こるかわからないわ。ダメだぞウソップ、そのキューブに触れちゃ。お、俺はキューブに触っちゃいけない病だった。よし、じゃあ港に戻るぞ。菜の花に急ぐならヨイサーを呼ぶ手もあるけど、どうする？そういえば港のそばにも例の看板があったわね。よし、とにかく行くぞ。メモリアキューブ、この世界を見せているキューブよ。メモリアキューブがあるとコガニーのキューブを持ち出せるのか。そうね、まずはキューブを引き寄せるわ。うわあ、でっけえキューブが落ちてきた。どうすんだよリム、あのキューブが壊れたらメモリアは大変なことになるんだろ。落ち着いて、大丈夫よ。嘘だろ、キューブが縮んじまった。かなり小さくなりやがったな。ここにさっきのキューブを入れると。メガニーのキューブが吸い込まれていくぞ。不思議なもんだな。そう、これでいいわ。Thank you.
シッシッシ、戻ってきたな。リム、体調は？平気。私のことは気にしなくていいから、早くアディオのところへ行きましょう。よし、飯だ飯。ところでリム、メモリアから何を連れてきたんだ？カニよ。ん？カニだと？よくわからねえが、そいつは楽しみだ。相変わらずすげえ砂ぼこりだ。あの子を出すわ。頼むぞ、コガニー。いいぞ、コガニー。すげえ、狭いぞ。我慢しなさい。もう死んでもいい。うるせえ、なんだと。二人とも暴れないで。うわっ、さあ、巨像を目指そうぜ。俺に任せろ。こっちには何があるのかな。よし、行っちゃやってやるか。行くぞ。させやがったな。必殺火炎星。
準備 OK。 近寄らないでよ。ほっ、テンペスタ。ただ働きだったらし。俺に任せろ。よし。ところにも嫌がんな。ここも雷鳴の遺構みたいに何かの研究施設だったりするのかしら。奥に進めばその謎も解けるかな。中も随分崩れてやがるな。お前ら遅れるんじゃねえぞ。用心しろ。言われなくてもだ。俺たちの力見せてやろうぜ。ソップ様の出番で。準備 OK だ。そっちか。邪魔だ。わっ、ようやく感覚が戻ってきたぜ。修行の成果が出てきたね。
どうだ、ここまで来てこの遺構のこと何か分かったか。ううん、そういうアディオは俺も今のところさっぱりだ。行くぞ。よし。あたしの出番ね。よし。奴らにやられやしねえ。俺の方はいつでもいいぞ。サンダーボルト、テンポ！やるな。三刀流奥義三千世界、俺たちの力見せてやろうぜ。必殺火炎星。
やってやるぜ。なんか空気が流れてるわ。この辺り、この像の台座、レールの上に乗ってるぞ。風がこの台座の下から来てるわ。台座が動くかやってみよう。ぐん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 。仕掛けがあるみたいだな。台座を見て、何かはめ込むくぼみがあるわ。くぼみにはめるものを探してみましょう。よし。よし、上行くぞ。何があるのか楽しみだな。下行くぞ。楽しそうだな。少しは警戒したらどうだ。アディオ、ルフィにはそんなこと言うだけ無駄よ。ここは砂だらけだな。あの壁から出ている光は何だ。あの大きな鏡台が光の軌道を変えているよね。何の光だかわかんねえが、何かの仕掛けだろうな。あの扉の模様、歯車か。なんだか怪しい扉だな。そうね、何かありそうな扉だわ。私としてはあの奥に見える矢印のような模様の扉も気になるわ。ダメだ、もうどの扉も危ねえ感じしかしねえ。結局は開けることになるだろうがな。嘘をつくまでもねえ。行くぞ。竜巻。あんたたちなんかお呼びじゃないのよ。邪魔だ。次はどいつだ。邪魔だ。やってやろうぜ。くらえ。
行くぞ。よし。俺に任せろ。こういうとこは俺の出番だ。よし。俺に任せろ。よし。
くの扉、ゾロなら切れるんじゃない？行くぞ。見て、何かあるわ。何が起こったんだ？真ん中の部屋の装置が動くようになったんじゃないか？確かめてみようぜ。嫌がるぞ。よし。本気にさせやがったな。必殺火炎星。覚悟しなさい。どれどれ、いただき。よし、かかってこい。次はどいつだ。ゴムゴムのがうずく。サンドール108ポンド。俺には資格はねえぜ。ついてねえようだな。命まで取るつもりはねえ。行くぞ。奥に何かあるな。
い、なんか上で光ってるぞ。何かの紋章のようね。あの形、さっきの台座のくぼみと同じ形してない？六角形だな。でも随分高いぞ。どうやって取る？何か仕掛けがあるのかもな。仕掛けか、面白そうだ。探しに行こう。私だってやるときはやるんだから。竜巻！お前ら遅れるんじゃねえぞ。俺の仲間に手出すな。行くわよ、サイクロンテンポ！準備 OK だ。鬼切れ！勝負だ！ゴムゴムのガトリング！俺たちの力見せてやろうぜ！必殺火薬星！ホッテンペスタ！相手にとって不足なし！やるか。まだやる。せめえところにうようよと。全部蹴散らしていくしかなさそうだな。道が壊れてる。これじゃ向こう側に行けないわね。
お、カブトムシだ。暴れるぞ。さあ、喧嘩だ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィング。行くぞ。俺についてこい。やらせねえよ。つらいよ。刀がうずく。Thank you.
無事に動力が供給されたみたいね。さっきのスイッチは俺様の予想通りこいつを動かすためのものだったんだな。よし押すぞ。すごい、部屋ごとひっくり返るなんて。死ぬか。何はさっきも言っただろうが。クソマリモは黙ってな。こっちはさっきまで上に続いていた階段だ。砂だらけになっちまったな。あ、なんだありゃ。敵だな。お前ら遅れるんじゃねえぞ。俺の方はいつでもいいぞ。竜巻！やってやろうじゃない。やった！任せろ。私の番ね。行くわよ、サイクロンテンポ。
このフロアもひどい砂ぼこりだな。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。見ろよみんな、食いもんだ。ちょうどいい、俺も腹が減ってたところだ。準備 OK だ。サンダーランス先行。よし、風向きよし、ソーサリークリン。紋章が砂に埋もれちまっ俺に任せてくれ。よし、こいつだな。ありがとう、アディオ。お前の能力って便利だな。まあな、これぐらいは朝飯前だ。今日はありがとうな役に立てて何よりだ。鬼
やってやろうぜ。まだまだ。ゴムゴムのピストル。さあ、ガツンとかますわよ。任せて。悪くね。こっちはさっきまで下にあったフロアに続く階段か。しかし逆さまになっても階段になってんだからすげえよな。おいおい見ろよ、床にあった装置が天井に張り付いちまってる。これじゃ操作できねえぞ。しっしっし、大丈夫だ、こんくらいなら伸ばしは届く。それにしても結構な数の装置が砂に埋まってたのね。足場も天井にあったやつなのか。他にいろいろと発見がありそうね。また砂ぼこりが。なあ、結局この場所って何なんだ。フロア全体を反転させて砂ぼこりを舞い上げるための区画かしらね。正直何のためかはわからないけど、きっと何か意味があるはずよ。
勲章が手に入ったわ。ん？待て。お前ら気をつけろ。やってやろうじゃない。サンダーランス戦法。いつでもいいぞ。三刀流王三千世界。行くぞ。お前も食え。うわ、助かるルフィ。気は抜かねえ。ギアセカンドゴムゴムのジェットバザーカー。二刀流、いよい、羅生門。あんたたちなんかお呼びじゃないのよ。行くわよ、サイクロンテンポ。ホッテンペスタ。邪魔だ。なかなか楽しめた。
これで2つ揃った。像の下に階段がある。よし、行こう。さて、かなり進んだな。巨像が出てもおかしくねえ雰囲気になってきたぜ。よーし、見張りは俺に任せろ。巨像はお前たちに任せた。お前も戦うんだよ。今度はどんな巨像だ。よし、かかってこい。いつでもいいぞ。よし、行くぞ。俺たちの力見せてやろうぜ。必殺火炎星。やろうっての？やった！まだいけるぜ。ほっ！テンペスト！まずは飯だ。悪い、助かった。シャッター。よし、行くぞ。よし、
刀がうずく。行くわよ、サイクロンテンポ。俺がまとめて相手してやる。竜巻、覚悟しろよ。相手にとって不足なし。行くぞ。二刀流、いよい羅生門。肉、肉がいっぱいだ。行くぜ。勝負だ。お前も食え。効かねえなら切るまでだ。やらせねえ。さあ、ガツンとかますわよ。あたしに任せて。そらよ。めまいが。準備 OK。肩慣らしといくか。やらせねえ。すぐ行く。なかなか楽しめたん。
見ろ、ここにもスイッチがあるぞ。よし、じゃあ押すか。お、すげえ、上に登ってくぞ。そっか、リューサを使ったエレベーターね。落ち着け、どこに行くかわからねえエレベーターに飛び乗るのかよ。落ち着くのはあんたよ。俺に任せろ。最初から使えりゃすげえ楽だったのによ。
こいつは風を操るのか。面白い。うわあ、吹き飛ばされそうだぞ。すごい風ね。ええ、このぐらいならとっくに経験済みだ。そういや俺たちもっとすげえ嵐を何度も経験。ああ、あんなやつに俺たちは負けねえ。こいつ強えな。気迫セカンド。とうとう俺を本気にさせやがったな。行くぞ、トロ。ああ、トロ。特定。うそ。やる。マリノ。俺の方はいつでもいいぞ。二刀流。いよい、羅生門。あたしに任せて。グランデ。これ食べて元気出して。悪いな、気に甲斐がありそうだ。まずは飯だ。悪い、助かった。お、俺から行く。行くぞ、ゾロ。ああ、ボラ。おくて。いっそ。やる。マリノ。ちょっとは本気出さねえとな。グランデ。まずは飯だ。悪い、助かった。まずいわね、こいつ強いわ。強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。
ス、ひまわり星。ちょっとは本気出さねえとな。うん、グランデ。なかなかやるわよ。二刀流、いよい羅生門。なんで私なのよ。行くわよ、サイクロンテンポ。トップグリーンの多彩性見せてやる。必殺ひまわり星。グランデ。強えな。待ってろ、今行く。またやれる。なかなかやるわよ。あたしに任せて。トップグリーンの多彩性見せてやる。やらせねえよ。ちょっとは本気出さねえとな。グランデ。You
飯食って力つけろ。悪い、助かった。切り替えがありそうだ。二刀流、いよい、羅生門。お手柔らかに頼むぜ。うん、ランデ。諦めねえぞ。いってギアセカンド、バムゴムのジェットバズーカ。切り替えがありそうだ。三刀108ポンド砲。あの風は厄介だったが、なんとか倒せたな。俺、飛ばされるところだった。大丈夫よ、チョッパー。もしもの時は。マリモの奴には負けぬ。持って帰りましょう。また何か難しいことを調べている。あなたが2年間気象を学んだのはウェザリアと言ってたわね。この文字に見覚えがないかしら。言われてみればウェザリアの文献に使われていた文字に似ている。でも似ているだけよ、全く読めないもの。文字は文化や歴史などによってあっけなく形を変えていくものよ。だけどその基礎となる部分は。何が言いたいの？そうね、この島にはウェザリアと源流を同じくする人たちが暮らしていたという仮説はどうかしら。その人たちが記した石板なの？じゃあこの島の人は空島からやってきたってこと？この石碑だけではそこまではわからないわね。ただ何？二体目の巨像もか。これはまずいことになってきたな。あってはならない歴史だ。知られるわけにはいかん。元帥を呼べ、話があるとな。結局ここって何を研究するし。結局ここって何を研究する施設だったのかしら。おそらくだが風だろうな。なんせ風を操る巨像がいたんだからな。でも風と砂に何の関係が。あ、そっか、砂ぼこりを利用して風の動きを目に見えるようにしてたんだわ。
ニーはどうなるんだ？心配するな。リムがうまいことやってくれるさ。ロビン、何でもないわ。たださっき見た石板のことで少しね。さあ早く戻りましょう。あ、リムだ。おいリム、さあリム、箱も手に入れたし、あの不思議空間に連れてってくれよ。今度の冒険はどこに行くんだ？次はここね。ここは？ナミが覗いたキューブの中には見覚えのある大きな噴水をいただいた町が映し出されていた。またあの町に行くことになるとはね。ロビン、もういなくなっちゃダメだぞ。ありがとうチョッパ、もういなくなったりしないわ。なんだか大変な場所のようね。大丈夫よ、さあ行きましょう。迷路のような